はい、えー、こんにちは、アイレルの沢です。アイスリスプコンピュータ絡みのネタの続報です。昨日、ゴミ、えー、先生の関数検索システムです、ね、のことをご紹介したんですけれども、使い方についてご紹介してませんでしたので、そのあたりをご紹介したいと思います。 えっとですね最新バージョン、えー、ジットでプルしてもらって、ですねインポートです。で日本語バージョンと英語バージョンがあります。えー、先あ日,日本語バージョンやってみます。ファン、えー、ファンクションズ J ですね。最後に J をつけてください。そうすると読み込まれまして、えー、で使い方なんですが、えー、これ、あのーその構造に、ごみ先生コメントつけてくれてますので、 えー、サーチファンクションの例、あ、SER。サーチファンクションで、例えばこの例にあるように、キャラクターが最初につくやつをってやると、あれ、えー、サーチファンク、ファンクション、あ、綴りが違ってる。 スレスレこうだ。えー、こんな感じで、えー、出てきますね。だから、あと、他にも、なんだろう。うーんう、えー、A で始まるやつだったら、こんなふうに出てきまして、日本語で説明が出てきますね。それから、えー、インポートファンクションズ、J をつけないと英語版です。 えとね、ポルティさんにだいぶあの手伝ってもらって、うん、いいところまで英語の,あの翻訳が終わっています。で同様にして Search Functions の A、えー、っとまだ一部残ってるか、日本語がね、えー、っとキャラクターはみんな英語に直したので、えー、みんな英語で仕様の説明が出てきます。ただ、まああのこの、私が Google 翻訳しみたいなのがちょっとえー、っといい あの役としていいのかどうかって問題あるもんであの多分ポルティさんがあの意味が通じないのは直してくださると思います。まあ、そういうことで、えー、と関数、えー、ですねあの230かそこらです、えー、なのであのこの程度あれば十分あの探せますし覚えちゃえば主要な関数はもう頭に入っちゃうと思いますので。 これはでしょコモンリスプとかだったらこんなもんじゃないでしょう,もう膨大に確かあったと思いますし僕はスキームもね最近のスキームは、うん、スルフィとかいっぱいあるからね、えー、こんなもんじゃ済まないんですけれどもねアイスリスプはあの非常にそのミニマムでコアの部分、えー を洗練させての格好なもんですから。えー、まあ、ああ、油断がなくなり。まあ、要するに、あの、こんなふうに、あの、関数検索システムが。あの、イザスイスプ入りましたんで、あの、ぜひご、ご、活用いただきたいと思います。えっ、ー、と、使い方はね、英語版、ドキュメント。入れときました。で。えっ、ー、と。これを読んでもらえれば。と思います。 はい、えーあ、それから日本語バージョンの伊込先,先生のところにあのテキストがついたんで、すみません、これちょっと利用させていただきましてありがとうございます。それで、あの一部、えー、イーザー・スリスプの独自拡張のところを説明してあったりとかして、これだって読んでいただけると、だい大こうア i s ディスプの関数の特徴というのは、うん、お分かりいただけるとと思いい、いいますはい、そんなことでぜひご活用たただきたいと思います。